はい、テントの骨組みのおすすめの収納方法をお伝えします。まず、皆さんよくやられるパターン。間違いではないんですけど、テントの骨組みを一番端っこの節から、一つ一つこう折ってしまう。っていうパターンがよくあります。これやっちゃうと、一番、曲げてしまう部分が、ここばっかりここばっかりずっとテンションかかってしまって伸びちゃうので、しばらくするとやっぱり、伸びきってしまって、交換が必要になっちゃいます。ので、できるだけ骨組みは、この一本長い骨組みに対して、真ん中から折ってもらって、そこから、まずは真っ二つ。で、そこからもう一回真っ二つっていう形にしていただくと、より圧が均一にかかるので、その中の行動の長持ちにつながります。で、今僕こうやって空中で骨組みやってますけど、結構初心者のことだと難しい場合もあるので、もし難しい場合は、地面に置いた状態で、真っ二つにして、で、ここから真っ二つですね。空中でやってしまうとどうしても、綺麗に抜けない場合があるので、その場合は、こんな感じで、地面に置きながら、ゆっくりやってもらえれば、OK です。